るほど。でもそれ面白い、すごい面白い。アイデアとしてはすごい面白いなと思うんで、みんなが求めてる情報これだっていう話だと思うんですよね。これもやっといた方がいいよっていうような内容とかって何かありますか？ああ、それで言うと1個あります。ただやっぱりちょっとここは一つちょっと悩みとして抱えてる部分なんですけれども、はい、どうぞ。はい、YMYL っていうところの、まあ、こう SEO で上がりづらい内容、はい、プラス、やっぱりこの肌荒れっていうのはどうしてもこの情報の担保っていうところはやっぱりすごいちゃんとしなきゃいけないなっていうふうに思ってはいるところなんですね。うん、確かにそうですね。はい、はい、でその中でやっぱりそのクリニックであったり化粧品とかの紹介の案件の中で、はい、例えば一番、まあ、読者が知りたい情報であるビフォーアフターの写真とかっていうのをこう、うん、あまり載せないでくれっていうような、はい、広告主さんも結構多いです、ね。うん、はい、はい、でそこをやっぱり今度覗いてしまうとブログの中のなんていうんですかね、そのオリジナリティっていうのがかなりこう薄れていってしまうかなっていうところを今どういうふうにこうやっていけばいいかっていうのを少し今悩んでるところではあります。うん、なるほど。はい、ああ、多分深い話ですね。それ、まあ、どこまでここら辺の話を動画に載せられるかっていうのは分からないんで、まあ、動画にもしかしたら載らないかもしれないんですけど、はい、確かに言ってる通りで、ビフォーアフターって結局薬機法に引っかかってくるんですよね。はい、で、今特にそういうのが厳しくなっていて、まあ、なっている最中なんですよね。まあ、ブログの法規制が進んでいくっていう話があって、で実際にもう広告主かなり動き出していて、どん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 提携する、ブログとかって数めっちゃ絞ってるんですよね。はい、もうここ数ヶ月それがさらにすごくて、まあ、これからもしかしたら加速していくかなと思うんですけど、そういう意味で確かにそのビフォーアフターみたいなのをどうするっていうのはもう本当に悩みで、まあ、要は今までだったらそのもう嘘のビフォーアフターを持っていってる人がめっちゃ多かったんです。あ、まあ、要はビフォーアフターでもう別人、本当に別人、うん、別人のようになりましたじゃなくてもう別人なんですよ。でダイエットでも美容でも何でもそうなんですけど、もうそういうので、でもそれを見たら自分もあそうなれるんじゃないかなって思って申し込んじゃうじゃないですか。そうですね。まあそれだけじゃないんですけど、そういうことがすっごい問題になって、その辺は本当にもっと規制していかなきゃいけない。はい、それだけで言うと多分、まあ薬機法の違反になるんで作った人かもしれないですけど、やっぱそういう、まあ古代広告とかも含めて、その誰が責任を取るんだっていうところがやっぱりすごく議論されてるんですよね。ああ。そうですね、まあ、要は書いてるのはブログを運営 してる人だけど、でもその商品を売ってるのは広告主だから、広告主とかがちゃんとその媒体をチェックしなければいけないじゃないかっていう話もあったりして、まあ、今は責任が広告主にあるみたいな、まあ、だからこそ広告主がどんどん提携するブログを減らしてるっていう話なんですけど、なのでこの流れで言うと、もう逆らえない、もう時代の流れみたいなものなので、おそらくビフォーアフターみたいなのを掲載してっていうのは難しくなってくると思います。どんどんその規制は進んでいくんで、だからそれに代わるものっていうのは確かに、見つけなければいけない、求められているけど、読者だったら絶対に見たいところなんですよ、ね、そうですね、なんとか一番それが見たいところではあるんですけど、はい、ただ正直出せないかなと思います。まあそもそも、はい、まあ、僕は法律の専門家じゃないんで、それが違反かどうかっていうのは、違法なことかどうかっていうのはまた、言及はできないですけど、まあ違法なことだとしたら、まあそれをやるっていうのはいいことではないので、何か他の道っていうのは探っていかなきゃいけないですよね。まあ、出し方にもよるかなとは思うんですけどね、はい、その辺も。そうですよね。まあ、そこの、その、まあ、ビフォーアフターっていう、まあ、読者が見たいけども、広告主の意向で載せられないっていう案件は、やっぱりこう、はい、広告とビフォーアフターを紐付けはできないっていうことだと思いますので、うんうん、そこでちょっと一つの案としてなんですけども、はい、まあ、もちろんその広告を掲載するブログの中では、もちろんこのクリニックが使ってみたっていう、まあ、紹介をすると。ただ、ビフォーアフターっていう、その、まあ、もちろん知りたいものに関しては、ブログと全く切り離して、違う別の、まあ、ノートとか、アメブロとか何でもいいんですけども、その広告を一切掲載しないで、実際そのビフォーアフターっていうものの、その経過を載せてこう見れるようなメディアっていうのを、例えば作ったと。したときに、うん、広告と切り離して別メディアを運営してるっていうのは方向性としてありかどうかっていうのをちょっと相談したかったところです。ああ、まあでもそこに関してもその法律がどうっていうのはやっぱり言及はできないんですけど、はい、当てますかね、広告と切り離されてるんだったら何の問題もないとは思いますけどね。はい、っていうのは結局まあそれがなんで問題になるかっていうと、効果があるんだって誤認したりするのが問題
だったりすると思うので、それがなんかね、切り離されてるんだったら別にそんなの自由じゃんみたいな。例えば SNS に自分の昔の写真と今の写真を載っける、別にいいじゃんっていう話 で、 そうですね、はい、別にそんなのは自由な話で、そこは規制されないと思うのでいいとは思うんですけどね、はい、まあ、ちょっとはっきりとした回答ができなくて申し訳ないんですけど、そこは、まあ、ちょっと今そういうふうに、まあ、実際にやっぱり見たいっていう声がすごい多いんですね、うん、フォロワーさんからも。そうですね、まあ、ただはい、ブログでは載せられないから、そういったものか別の、まあ、自分のビフォーアフターをきちんと終えるような情報を載せられる媒体っていうのを別に作っておいて、まあ、もし見たかったらこっち見てねと、うんうん、で実際に私が使って良かったところはこっちのブログを見てねっていうような案内はいいのかなっていうふうにちょっと思ったりとかしてます。なるほど、でもそれ面白い、すごい面白い、アイデアとしてはすごい面白いなと思うんですけど、はい、いや法律の絡みでそれがオッケーになるかどうか分かんないんで、それで多分広告主側とかに直で聞いてみた方がいいと思います。あ、本当ですか。あ、結局多分広告主、あのそこら辺に厳しい広告主がいいっていうんだったら、まあ、それ多分ちゃんと弁護士とかのアドバイスもらってると思うんで、それでいけるんだったら多分いけるはずです。あ、広告主も結局本音を言えば出してもらいたいんで、ビフォーアフターとか、うん、だってその方が売れるから。そうですね、まあ、その変に誤解させてっていうのはその嫌だと思うんですけど、やっぱり売るためにはそういうものも必要だったりはするので、まだ聞いてみるといいかもですね。その売り上げが上がってきてるんだったら全然答えてくれると思いますね。ありがとうございます。ちょっと聞いてみます、はい、やっとこの対談での相談っぽくなってきたんで、ここら辺までずっと僕がいろいろ教えてもらってるだけだったんで集客の経路っていうところでご相談なんですけども、はいはい、約7割が今ツイッターからの流入になってきているんですね。ブログに来る人に入ってくる流入数が、あ、なるほど、すごいですね、はい、それぐらいあります、うん、はい、で SEO は、約2割ぐらい、うん、まあ、今後やっぱりこういった発信をしていくので、あの上位に何かこう上がるっていうのはなんかしにくい傾向にあると思うんですが、はいはい、その中でやっぱりこの SNS 重視のブログ運営っていうのを今後も集客の要として、うん、あの進むべきなのか、それとも、まあ、取れるところは取るっていう意味でも、一般的な SEO でも流入ができるように狙っていくのかっていうのをちょっと、まあ、聞きたくてですね、実際の中地さんが運営されているアフィリノートも、もともと SNS からこう伸ばしてこう SEO でっていう話があったと思うんですけども、はい、うん、まあ、ちょっと内容はもちろん全然違いますが、そういうふうに追っていけるのかなというふうにちょっと思ったりしてるんですけども、SNS 集客、もっと力を入れるべきか、それとも SEO でも輸入できるように、そっちにシフトをしていくべきなのか、うん。結構難しいところなんですけど、僕だったら、とりあえず1年ぐらいは SNS からの集客を頑張ります。はい、でなんでかっていうと理由はいろいろあるんですけど、まず1個がとりあえずもうそのポジションを取りたい、うん、要は自分が、じゃあ今のタイミングで、まあ、すぐじゃないかもしれないけど、じゃあ仮にすぐその SNS っていうのはじゃあ一旦ちょっとだけ力を抜いてブログの方の SEO を頑張ろうとかって知ってて、その間に誰か他の人が出てきて、自分が置いていかれてしまってとかってなったらもう取り戻せないかもしれないので、そういう意味で今は伸びてる段階だと思うので、そのタイミングで他のところに行くっていうのはあんまり良くないかなと思います。伸びてるものを伸ばすってすごく大事なことで、まあ、SEO は言ったらまあ伸びてないわけで、この伸びてないやつを伸ばそうと思うのはすごいエネルギーがいるんで、だから伸びている SNS をやる方がいいっていうのが一つで、あとは SEO っていうところを考えていくと、これなかなか難しくて、要は SNS からの集客を考えたときと SEO からの集客を考えたときってかなり記事の書き方自体が変わるんですよね。それこそ言ってしまったら、まあ、SNS の場合だったら、まあ、自分の Twitter をフォローしてくれてる、まあ、フォロワーさんがどういうことを知りたいのかっていうのが、まあ、DM とかでもやり取りしてて分かるじゃないですか、はい、だからそういう人に向けて書けばいいんですよね。これってあくまでなんていうかね、イメージはその個人に向けて書けばいいっていう感じなんですけど、ただ SEO のことを考えると検索意図とかを拾っていかなければいけなくなるので、どうしても個人に向けて書くっていうことが難しくなるんです。要は検索意図はいろんな検索意図があるので、そういうのに答えようと思うとどうしても幅が広がってきてしまう。
まあ、それに応じて記事の構成変わるんですけど、じゃあ SEO を意識した記事の構成を自分の Twitter のフォロワーさんが見たときに、それが果たして本当に役に立つのかどうかっていうところがグレーというか微妙なところになってくるんで、なので今のままであれば Twitter の方が伸びていて、そこまで集客ができて、ちゃんとしかもマネタイズまでつながってるんだったら、わざわざ SEO やらずにもうそこ切り離して、とりあえずもう今のブログは Twitter の受け皿として作る。はい、でそこが本当にある程度できて、まあ、ツイッターのフォロワーが、まあ、今のまんまだったら結構すごいスピードで伸びそうだなと思うので、まあ、数万人とかなってブログの収益数百万とかってなったら、その段階で、まあ、SEO とかも考えていくとかでもいいのかなとは思いますね。確かに、どうですかその辺は。そうですね、はい、いや SNS やっぱりこうの伸びている段階でこう伸びているものを伸ばすっていう方向の方が良さそうですよね、はい、まあ、一択だと思います。多分これ僕じゃなくても、ある程度やってる人に聞いたらもうその答えしか言わないと思いますね。今の段階で SEO やるって答える人なかなかいないと思います。しかも難しいんで結局あのジャンル的にも SEO 難しいところがあるので、もう難しいジャンルで、しかも今からほぼゼロから、まあブログの SEO で言えばほぼゼロのみたいなところからそれをかなり大きくしていくっていうと、もう非常にそれが結果が出るかも怪しいし、いつ結果が出るんだ、しかももし上がったとしてもそれ落ちる可能性がすごいあるんです、ジャンル的に。上位に行ってもすぐ落ちてしまうかもしれないって言ったら、まあ、そこで SEO 行くよりももうツイッター伸びてるなら絶対ツイッターやった方がいい。わかりました。ちょっとそっちは、はい、注力してやりたいと思います。そうですね、はい、あともう一つ、これブログ運営のちょっと今後の流れといいますか、まあ、ブログ運営を起点にした、活動の、まあ、先といいますか、あの、はい、方向性をちょっとご相談したいんですけれども、はい、大体今私の中でこう3ステップぐらいで考えてまして、その、はい、まあ、ツイッターが伸びているのでツイッターで自分という人間を知ってもらうで、うん、2ステップ目がその受け皿としてのブログのコンテンツっていうのを、まあ、もちろんこう埋めていく、あの拡充していく、はい、でうん、その先なんですけども、あの私がこう運営している主な、もやっぱりそのクリニックの紹介であったり、化粧品とかそういったものをこう紹介しているので、はい、今後はその小さな、まあ、大手のクリニックとかだけではなくて、あの都内とかにもそういった小さなクリニックってかなり多いので、うん、そういったクリニックさんの紹介とかもできるような、うん、要はあの、うん、うちのクリニックを紹介してくれないかっていうところまでこうお話をしながら、こうブログで発信したりとか、ツイッターで発信したりとか、うんうん、あの発信力がないようなクリニックさんとこう提携できたりとか、うん、そういったちょっとこうブログの基盤も整えてきたらいいなっていうふうに思っています。はい、はあ、はい、なるほど。そのメリットとしては、もちろんその、まあ、紹介をできるっていう、まあ、お仕事ができる環境も増えてくるっていうのと、あとは、よくあの中井さんがおっしゃっているそのクリニックとか、あの認知が少ないところの、フィリンク化営業っていうんですか、うんうん、はい、そういったところにもつながってくるかなと思っていまして、うん、はそういったあのリアルな店舗に対しての、ブログと SNS との掛け合わせっていうのもやってきたらいいなっていうふうに思ってるんですけども、そういった活動方向性っていかがでしょうか、うん、めちゃくちゃいいと思いますめちゃくちゃいい。それをやり出すと、まあ、どこまで手が回るのかっていうところがまた怪しいところではあるんですけど、はい、まあ、その辺がやっていけると SEO っていうのも、攻めていけるような基盤ができると思うので、それはやる方がいいかなとは思いますね。なので何でしょうね、イメージとしては Twitter で今のままやりながら、そういう、まあ、小さなクリニックみたいなところも広い、まあ、紹介とかもしながら、そこのつながりも作りながらやっていくって感じですかね。なんかその辺ができてくると本当に、はい、ブログで指示書いても上がるかもしれないので、全然いいと思いますね。ただなかなか大変な気もしますけど。ああ、そうですよね。今実際はあの今ブログ運営に関してはまだあの、うん、会社員として今やっているので、はい、うん、はい、そこはちょっと徐々にブログの時間を増やしながら、そこのやりたいところにも時間を割けるようにちょっと今活動をできればなというふうに考えています。確かに、なんだろう、安易に、ね、独立した方がいいとかっていうのは言えないけど、それでもちょっともどかしいですよね。こんだけ倍々で増えてきてるところで、そこに時間を割けないっていうのは、まあしょうがないですけど。はい。
逆にこういった、ま、過去にこういった経験があればお伺いしたいんですけれども、はい、SNS を伸ばしてブログも、拡充していく中で漠然としてますけども、こう気をつけてこういった活動も注力した方がいいよと、例えば先ほどで言ったその非リンク活動もその中でやっていった方がいいよとか、うんまあ、その結構ないがしろにされてしまうけども、こう忘れずにこれもやっといた方がいいよっていうような内容とかって何かありますかね。あ、それで言うと1個あります。何かっていうとコミュニティですね。あ、なるほど。絶対やった方がいいです。もう今やっぱりコミュニティ持ってる人がとにかく強いんですよ。まあ、何かをやるにしてもそのコミュニティがあるだけで全然違うので、後で話があるかもしれないですけど、その例えば自社商品みたいな自分で商品を作った時も、まあ、SNS ももちろん使えるんですけど、コミュニティがあればそもそもそのコミュニティに対して最初に売ることができるとか、そのどういう商品を作るっていうのもコミュニティに相談しながら作ったりもできるじゃないですか、はい。まあ、そもそもそのコミュニティに入っていく人っていうのは自分のことを好きだったりとか自分の情報発信を参考にしてくれている人だと思うんですけど、そこで、こんな商品作ろうと思うんですけどどう思いますかって言って、なんかこうある種一緒に作っていくようなことをして商品売りますって言って買わないわけないですよねそこまで言ってしまえば、まあ、その流れが今はすごく強くて、まあ、プロセスエコノミーみたいな言い方をしたりするんですけど、そういう意味でやっぱコミュニティ持ってるのは強いし、なかなかやっぱできないので、コミュニティの運営とかってそもそも人集まらない。ただ高見さんの場合は人集めることができるので、なんでコミュニティ運営っていうのを、まあ、そこまでなんかこうゴリゴリライブ配信をやってとか、なんかそんなのね、毎日毎日なんかすごい投稿してとかまではいらないですけど、ゆるくでもいいんで、とりあえずコミュニティ作っておくと、後で絶対やってよかったと思うと思いますね。なるほど。確かにコミュニティっていう考えは全くなかったので、ちょっとそれは早速やっていきたいと思います。うん、そうですね、本当にゆるくでいいと思うので、まあ、とりあえず無料のコミュニティとかでやれば、そんなにこっち側も負担少なくできると思うので。うん、そうですね、最近だとツイッターだとスペース機能っていうんですかね、うん、はい、そういったのも多分出てきたと思うので、そういうよりかはもっとクローズな環境の方がいいですかね。 LINE とか、難しいところですね。例えばツイッターの最近コミュニティ機能できたんで、ツイッターコミュニティ使ってもいいし、ツイッタースペースだと、音声とかのあれにはなるんですけど、なんでしょうね、どっちかっていうと、まあ、ツイッターのコミュニティ機能みたいなものか、もしくはもっとクローズドのコミュニティとかの方がいいとは思いますけどね。とりあえずはそこまで上々しくなくてもいい気がするんで、あれでもいいかもです。ツイッターコミュニティとかでサクッとやるのも、ツイッターとの相性がとにかくいいんで、ツイッターコミュニティの場合は。そうですね。はい、まあ、そこから別の有料のコミュニティやるんだったら、また別のプラットフォームに移っていくとかで、全然十分だと思いますね。分かりました。ちょっとそうですね、そこのコミュニティ作りっていうのも念頭にやってきます、うん、はい、ありがとうございます。もう一点、ちょっと少しお話ありましたけども、はい、その自社商品の、まあ、販売に関してご質問なんですけども、うん、はい、実際私が今考えている内容としては、私自身の過去の経歴を、まあ、こう遡っていくと、何をしてどうなってっていうのをかなり細かく写真を撮ってるっていうところの情報っていうのは、やっぱりこういろんな方がこう興味を持って知りたいって思っている情報なので、はい、そういったものをうまくこうまとめて一つの情報として欲しい人に対してはこう渡せるような体制を取りたいなっていうふうに思っています、うん、で相談したかったところは、それをじゃあどうやってまあ、販売じゃないですけども、欲しい人に対してアプローチできるかっていうのを相談したかったんですけども、今のそのコミュニティの話で多分解決できそうかなと思ったので。確かに、はい、それはあれですよね、だから化粧品を作ってとかそういう話ではないってことですよね。あ、そうですね、実際にはものではなく情報っていう形になると思います、最初は。うん、なんで、はい、全然そこに関しては全然コミュニティでもいいし、まあ、今ね、実際ブログもツイッターもあるんだったら、その辺を使っていけば、特にその一番困るのって何かっていうと、結局集客なんですよね。まあ、これはあれ同じなんですけど、化粧品をじゃあ作りますって言って、化粧品作ることはまあ誰でもできる、ある程度お金があれば誰でもできるんですけど、それをどうやって売っていくっていうところで、まあ、集客とセールス、まあ、マーケティングなんですけど、その辺で一番困るんですけど、まあ、その辺が今はそのなんていうんですか、ガンガン伸びてるところなので、そういう意味では、まあ、ものさえ作ってしまえば、まあ、もちろんいいものってっていうのは前提ですけど、いいものさえ作れればもう売れることはほぼ間違いないと思うので、
まあ、それも兼ねてコミュニティとかやるといいんじゃないかなとは思いますね。わかりました。まあ、そうですね。コミュニティ作りはちょっと優先的にやります。はい。本当に緩くで始めるだけでいいので、あんまりなんかいろんなルールとかも決めずに走りながら考えるぐらいがいいと思うので。わかりました。ありがとうございます。自分でちょっと手が出てないところでもどかしさがあるんですが、はい、あの本来だと私の発信してる内容って結構、まあ、インスタだったり本当だったら YouTube とか、うん、もちろん相性がいい内容ではあると思うんですね、うん、確かに何かの変肌の変化とかそういったものはかなりバイタとしては相性がいいと思っているので、はいはい、そこは、まあ、もちろん Twitter と、まあ、ブログとそのコミュニティっていう基盤を整えてからのお話になってくると思うんですが、うん、この内容を別の SNS で発信していこうと思ったときに、YouTube か、インスタかっていうふうに選ぶとしたら、どちらが今のこの流れとしてはいいと思いますか？うわー、めちゃくちゃ難しいですね、それでいくと。まあ、そのできる、できないがあると思うんですよね。はい、その例えば、じゃあ、まあ、目の前にカメラを置いて一人で喋ることができるかできないかで言えば特にそんなに問題はないですか。まあ、喋りがうまいかどうかなんてどうでもいいんですけど、その自分自身がそれをできるかできないかっていうのも結構大きいような気がするんですけど。あ、そうですね。どうなんですかそこは。まあ顔を出してまあ話したりとかするのは全然問題ないかなとは思います。なるほど。まあそれだったら別に今は YouTube っていう選択肢もなくはないかなとは思いますね。まあ、そのインスタだったら別にそこまでしなくていいし、それこそインスタであれば、例えば普段はその投稿みたいなのだけしといて、インスタライブで顔出しで、ライブで質問に答えますよとかっていうのもできたりするんで、なんとなく聞いてるとそっちの方が相性いいような気はしちゃいますけどね。そうですね。YouTube、まあ、その、あれなんです、これもどこまで時間を使えるかっていう話になるんですけど、YouTube でをやろうとすると、もう本当にこの YouTube の時間をまるっと捻出してこないとダメになるんですよね。はい。でもそのインスタとかであればもうすでに写真とかっていう素材があるので、あとはそれを組み合わせていったりで発信することができる、まあ、プラスそのインスタライブみたいなんでちゃんと顔出しとかもしてライブ配信して、まあ、そのフォロワーさんの満足度を高めていくとかそういうこともできるんで、そういう意味では多分状況を聞いてるとインスタからやっていく方がキャパシティ的にはいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、インスタもそうなんですけど、多分 YouTube とかその手回らないと思うんですよ。コミュニティもとかっていうのもあるし、Twitter もブログもとかってなってくると、そこまでいかないような気がするんでね。まあ、強いて言うと多分インスタの方がいいだろうなっていう感じですね。わかりました。ちょっとそこは、まあ、直近ではなくて、今後の方向性として取り入れるのは、うん、まあ、インスタっていう方向でちょっとやりたいと思います。はい、そうですね。ありがとうございます。ちょっとブログのお話に戻ってきてしまうんですが、一、はい、つだけちょっとお伺いしていいですか。はい、もう一つと抱えている悩みとして、申し込みも増えてきていて、お客さんも認知してくれている段階なんですけども、はい、いかんせん案件の承認率というところがかなり低い傾向にあるんですね。うん、はい、なるほど。はい、そこは動画で出されていたので、その承認率を上げるための方法とかも見させていただいているんですけども、うん、そのやっぱり、申し込みではなくて、来店とか、うん、そういった、はい、基準になってくるので、そこをうまくこう上げていくため の、 なんて施策で、なんかこう私が今持っている中だと、なるべくそのクリニック自分で足を運んでこういう雰囲気だよとか、こう、うん、他の方に疑似的にこう通っている風景を見せるっていう方向を今発信はしてるんですが、はい、これ以外でこうよりこう少人数上げるためのこう活動とか発信内容とか、何かこう次の一手がもしあれば。なるほど。確かになかなか少人数って今特にこういうコロナっていうのもあって、なかなかその行きにくいと思うんですよ。行こうと思っていたけど、はい、コロナがまた流行ってきてしまって行くのやめるとかっていうパターンも全然あると思うので、そういう意味では時代的にというかご時世的に少人数も、まあ、普段よりも低くなってるところはあるかなとは思います。で、はい、これを解決するための手段としてもう本当に一番いいのは広告主とのつながりを作ることですね。いや、 ASP と広告主とつながりを作ることっていうのが一番いいですね、
で、これ何が言いたいかっていうと、結局今はその成果地点って言われるものなんですけど、まあ、要はどこまで行ったら承認されるかっていう話で、成果地点が、来店なんですよね。まあ、大体そうなんですよ、はい、来店すると成果として承認しますっていうところが多いんですけど、そうじゃなくて成果地点がもっと前の案件っていうのもあるんですよね。これ何かっていうと、例えば申し込みでもう成果として承認します、だからその人が来店したかどうかっていうところまでは問わない、来店してなくても申し込みで成果を承認しますっていうパターンもあったりするんですけど、ただその申し込みの承認っていうのはやっぱりハードルが高いんですよ。まあ、要はそれだけ、要はいいお客さんを送客してくれるような人じゃなかったらめちゃくちゃ赤字になっちゃうので、だからそこまで申し込みでも承認してもいいって思ってもらえるためには結構なハードルがあるんですけど、ただここさえ超えてしまえば、言ってしまったらもう申し込みを取るだけでも承認されるようになるので、まあ、確定率っていうのも実質的に上がります。そうですか、はい、でこのために必要なのは結局やっぱりその質の高いお客さんを送り込むとか、まあ、毎月の件数を、月間の件数を取るとかっていうことなんですけど、ただこの辺のやっぱり交渉をしていこうと思うと、どうしてもその ASP とか広告主と仲良くなっていかなければいけなくて、その辺と仲いいと話せるんです、そのいろんな話を。それは何かっていうと、どの広告主だったらそういう、申し込みでその承認してもらえる、要は成果地点が申し込みになりますかとか、あと、あるのが承認保証っていうのもあったりするんです、案件によっては、はい、要は承認保証って例えばもう 80% になるように承認します、うん、本当だったら承認率、まあ、確定率が 50% ぐらいなんだけど、承認保証 80% ついてると、80% になるように承認してくれるんです、本来非承認のものも、はい、というのもあったりするんですけど、これが何かはやっぱ表には出てこないんです。それはやっぱり ASP と喋ったりしなきゃいけないし、 ASP と喋るだけじゃダメで、結局それを OK ってするのは広告主なんで、その辺とのつながりとかがめちゃくちゃ大事になってくるんで、そこまでいくのがいいんじゃないかなとは思います。ただこの話ってあんまりしないんですよ、その動画でもあんまり喋ったことはないんですけど、生配信だったら聞かれたりというか、話の流れで喋ることがあるんですけど、なんでこの話をしないかっていうと、もうハードルが高すぎるから、ブログ初心者の人にいきなりそんな承認保証の話とかをして、じゃあそのためには ASP と航空主と仲良くなった方がいいよって、もうそんなの、もう意味不明じゃないですか。いきなりだからその話をしないんですけど、今回の場合であればもうすでに売り上げが上がっていて、 SNS とかが伸びてきて、これから収益が伸びるっていうのも分かってるんで、その辺っていうのも話しやすいかなとは思うんですよね。美容クリニック、これちなみに案件の名前はちょっと動画では出せないかもしれないですけど、一番どこを扱ってますか？2つありまして、はい。これはクローズド案件だったかな？で、はい。アフィビで、検索しても出てこないんですね。うん、はい。それはどうしたんですか、そのクローズドは。ですね、そもそも最初紹介したくて探しても出なかったので、すで、はい、にこう提携しているブロガーさんがかなりいたので、うんうん、はい、まあ、こういう人たちが提携しているか、私も提携させてくださいっていうのを直談判してですね、うん、でそしたら提携してくれました。それアフィビに行ったんですか？はい、アフィビに伝えました。すごいですね。すごい行動力ですね。いや、確かに正解だと思いますね。でもそれはあとはですね、これもアフィビですね。だいたい承認率も 40% から、まあ50% ぐらいですね。なるほど。まあ、そんなに極端に悪いとは思わないですけど、まあ、その辺の案件僕が使ったことないからあんまりわからないんですけど、それって実際にその2つを使ったことがあるからそれを押してるって感じですか？あ、そうですね、はい、もうメインで今もまあ、ツイッターで発信しながら通っているのはその2つなんですね。まあ、それがメインでフォロワーの方も申し込んでくれる方が多いという形です。まあ、その案件が例えば僕が仲良い ASP にその案件が入ってたりすると担当者とか紹介しますけどね。そしたら手っ取り早いんだけどな。多分今の話結構進むと思うんですよね。ただ残念ながらアフィビとか僕仲いい人あんまりいない、まあ、人いますけどそんな仲いい人いないっていう問題があるんですけど。なるほど。まあでも、はい、今言ったような感じでやるのがもう一番いいですね。ブログノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。
私のちょっと目標としても今年の6月までには、まあ、フォロワー自体もやっぱり1万人とかはやっぱり到達できるように発信していきたいっていうのと、収益も基本的には60から80万ぐらいまで確定、はい、やっぱりこうしていきたいなと思ってますので、そこをぜひ頑張ってください思います。もう何だろう、本当に外から見てるだけだし第三者の中で言うけど余裕じゃないですかその流れを見てると、ここ の最近の伸び方とかいろんなのを聞いてるとなんかすぐ行っちゃいそうな気がします。ありがとうございます。いや、応援してるんでぜひ頑張ってください。はい、あのぜひあの達成したら報告します。ああ、ぜひもうお待ちしてます。もうすぐ言ってくださいありがとうございます。全く関係ないお話なんですけども、うん、はい、あの中地さんの、動画を見て今、はい、彼女もブログを始めてますめっちゃおもろいじゃないですか。それ動画で使っていいですか大丈夫です。カップルでブロガーとして活動してますやば、すごいやで役に立ってるならよかったですよ。はい、なんかもしね、いいですよね、2人でブログやるって。理解してもらえないとかっていう大変なんで。理解してもらえますね。ね、それはいいですね。彼女とか家族に理解してもらえないパターン多いんで、肩身狭くブログやってる。はい。だから、隠れてやってるみたいな人も多かったりするんで。はい。だからそういう意味でオープンでできるのはすごいいいと思うんで。二人ともね、すごい、本当にうまくいって収益も伸びるといいですね。そうですね。ちょっと頑張りたいと思います。はい。ぜひ応援してます。もし要望とか多かったら、そのツイッターの話、はい、ツイッターの伸ばし方とか、またちょっと呼んで聞いていいですか？あ、全然、あの、ちょっと、ま、今日も簡単にしかお話できなかったので、うん、あの、インプレッションとかのアナリティクスの画像とか全部お出しするので、これが伸びたとか、よく言えば。確かに、そんな話もしたいですね。多分めっちゃ本当に、みんなが求めてる情報、これだっていう話だと思うんですよね、今日の話。ぜひぜひ使ってください。うん、はい、ぜひ、あの、また、なんかその辺の詳しい話を聞かせてもらいたかったら、ちょっと声かけさせてもらうので、暇だったらまた対談してください。はい、あ、全然。はい、ありがとうございます。とんでもないです。いや、とんでもないです。そしたら、じゃあこの辺で今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、はい、そこまでありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では、失礼します。失礼します。